はい、ということで本日のご紹介の商品なんですけれども、松原さんの履いているボトムと私の履いているボトム同じ形なんですけれども、アクタさんのニュアンス柄と文字ですね、イージーラップパンツのご紹介をさせていただきます。なんか身長も違うとか見方が全然ね、やっぱり変わってきますよ ね、 ね、全く同じものなんですけど、ね、あとね、私も履けるの全然違う、そう、ちょっとね、短いのが短いの、私ちょっともうそのまま長めで出して、うん、ています。今はもうほら、インしないっていう、あの、矢野さん言ってましたね、昨日インしたくないっていうハッシュタグのものがいっぱい流れてくるって言ってたんですけど最近はですね、あんまりインではなくてそのままストンと着るっていうような感じのスタイリングがよく出てるかなと思うんです。でも今日、松原さん無地のイージーラップパンツに今ミューニックの、トップス、はい、ね、トップスを合わせております、はい、これまた形がですね、袖のシルエットとかも素敵なんですけど、そうなんですよね、まずね、この、うん、これが今日、あ、そうそう、これが目ですね、説明をね、そうそうそう、忘れてましたね今ちょっと私足開いた時に撮ったと思うんですけど、うん、これ見えるかな、パンツなんですよね、そう、スカートにしてくれて、うん、あの分量がもう本当にたっぷりとした分量、はい、後ろから見ると本当にパンツのシルエットになるんですけど、うん、あのスカートにしてくれて、はい、生地はあのサテン生地なんです、ね、ちょっと用意で、はい、見えますかね、こんな感じで光沢があるんですよね、うん、私このサテン生地って、うん、あのシーズンベースでずっと割と履けるから、うん、すごい使い勝手がいい、そうですね、年中、確かに確かに年中使えて、しかもあの手洗いも可能っていうところで、かなりサラサラしてるタイプなので、あの今は逆に体にあんまりフィットしなくて割と涼しく履けますし、逆に秋から先になってくれば中に割とタイツだったりとか着込むこともできるので、着回しが非常にできる、あのこれはなんかの、うん、カラーがすごく、あ、そうですね、カラーバリエーションがすごくいいんですよね、今、私が履いております、うん、一応3色ありまして、はい、色が、キャメルは、後でお着替えしてきますね、うん、で、あのダークブラウンと、はい、ブルーグレー、うん、私が履いてるのがブルーグレーです、こういうなんかちょっとオリーブカラーとかと合わせてあげる、いいですね、感じですごくいいなと思ったんですけど、素敵素敵、こちらダークブラウンで、シャンプー色もね、すごく落ち着いたカラーなので、うん、3色すごく使いやすいです、なんか合わせやすいし、あ、何色がありますか、ピロピロさんありがとうございます、無地の方は3色展開でございます、ちょっとお値段言い忘れました、お値段が消費税込みまして14,300円という形になります、沢田さんの、ね、うん、柄の方は、ニュアンス柄の、はい、ニュアンス柄で2色展開です、そうですね、こちらのね、薄いお色目と、沢田さんが今履かれてるのが、モカブラウン、もう一つの今手に持ってる方がアイボリーです、そうなんです、これにちょっとお柄がすごく抽象的な柄なので、なんか割とこう柄物あんまり着られないっていう方でも合わせていただきやすいかなっていう感じになります。じゃあ先に松原さんの今コーディネートの方をですねご紹介します、はい、トップスに合わせてるのがミューニックの新作の、コットンダブルジャージープルオーバー、うん、こちらお色目が3色展開で、はい、この色が、うん、今年のね、去年と違って、確かにこの色がオリーブで新色です。そのね、去年、前回、うん、秋冬か、うん、秋冬からこの形あの扱い始めて、うん、秋冬にも私ちょっと来たんで、インスタライブをちょっと巻き戻していただいて、うん、もう一回、はい、で白でしたね、前は。そうです、うん、白を着用して、あのベストと合わせたんですけど、そうもうあの昨日も実際これ着たらどうなるのっていう感じで、うん、あのおっしゃられた方が試着はめんどくさいって、うん、そそくさとその前のインスタライブにしたら2色買っていかれたっていうケースがあります素晴らしい素晴らしい、で色がね、あの、うん、このそれぞれリブのカラーがあの違ってくるんですよ、白の方はリブが、うん、黒で、あのラインがホワイトです、うん、で黒の方は白リブのラインが黒、うん、でオリーブのこちらのタイプはラインが白なので、うん、もう表面の、素材感は綿100、うん、で首周りとかこういう袖周りっていうのがポリエステルを使ってるので、すごくね伸縮性があって、うん、これデザインがすごく可愛いんですよ、可愛い、そ
それのねデザインがこんな感じで、うん、肩のところにタックがこういう風に入ってるので、このまんまねこのパンツと合わせてもらっても、うん、結構サテン地って、うん、綺麗めに着ちゃうとすごくなんかこうエレガントな印象になりやすいので、うん、全然こういう本当確かにカジュアルなカットソーとかで、うん、そのままアウトで着ていただいてもすごく合います。が結構芯によってあの着方を変えていくとすごくいいかなと思っていて、結構なんかお盆の時期とかなんかねあの帰省されて同窓会とか、ね、あとはちょっと親戚のお家に行くとかいう時とかにやっぱりこういったさらっとしたあの素材感のボトムスだとちょっときちんと感がですね出るから、割と合わせ方で表情が、ね、そう色に変えられる、うん、ただ今カットソーで合わせてるんですけど、うん、普段着るんだったらこういうカットソーでもいいし、うん、上にちょっと綺麗なブラウスとかをお持ちになって、はい、あのお靴とか変えていただいたりとかすると、うん、もうざっくりニットとかを秋冬とかにやっぱり持ってきていただいてもいいので、良さそう。ね、すごくねあの使い勝手がいいですよね。いいですよね。1枚あると非常に。このカットソーもすごくいいですよ。こうすると分かりやすいかな。腕のところがこう腕が広がってる。うん、そうでそれでここがポイントなんですよね。うんうん、あのまっすぐしてもらってると。こう普通リブってまっすぐなんですけど、うん、当たり前のことですで上に上げるとね、うん、ちゃんと手に馴染む感じで、こう斜めにちょっとカットされてるんですよね、うん、だから上げた時に落ちにくい、そうここのなんか袖の感じめちゃくちゃ似合われます、うん、こんな感じね、うん、これねあの結構、うん、ちょっと袖膨らんでるけど大丈夫かなと思うけど、意外と皆さん誰でも似合っちゃう、あなんかそんなにね膨らみがボワッと出ないから、割と着ちゃうと収まりが、はい、素材がねやっぱりすごくいいので、うん、ぜひあのこちらと合わせて、はいはい、着てみてほしいです、ぜひぜひ、はい、お着替えを、はい、そう松村さんはちょっと今度はすごく皆さんパッと目に入るようなお湯で、じゃあ着替えてきてください、そうですね、今すぐ着るコーディネートで着てみたいと思います、お願いします、あアクセサリーも可愛い、ありがとうございます、そうなんです、やっぱりあの先ほどもそうですし私が着てるのもそうですし、プローバー関係だとどうしても横にあの広がって見えるのが結構皆さん気にされる方が多いので、やっぱりこのアイラインでネックレスっていう形を使っていただくといいと思います、私今ステラシフォンの新作のネックレスをつけております、はい、じゃあ私はですね今秋田さんのイージーラップパンツの柄バージョン、これはニュアンス柄イージーパンツという形で、形の方は先ほどあの松原さんが測れたと全く同じなんですよね、前がやっぱりラップ型になってるので、結構あのパンツを履く方ってこうラインが出るのが気になるって言われる方が多いと思うんですけど、これはパンツなんだけど全然前から見たらスカート見え、後ろもですねそんなにヒップラインを拾うようなデザインではないので、非常に快適に履いていただけるとっても楽です、でウエストもゴムのタイプなので非常にスポンと履いていただけるタイプになります、で身長によってですね あんまりギュッて上に上げすぎて上からかぶせるとちょっとこうウエストのメリハリが出にくいので、少しだけ少し下げるとちょっとなんかウエストからの広がりが抑えられるので、そういった形で履き方も工夫されたらいいかなと思います、でこちら私が履いてるのが、モカブラウンという色です、かわいいでしょ、そうでもう一つがこちらですね、アイボリー、全然印象が変わるので合わせるものによっても印象が変わってくるかなと思います、で今一緒に合わせてるのがステラシフォンの、ブークレカクマイヤートップス、なんか難しい名前なんですけども、そうこちらがねバッとした形のブークレの素材感になっていて、これですねやっぱり加工糸を特殊な編み地で編み立てているので、ちょっとふんわりしたような印象のタイプになってます、でこれは、黒と2色なんですけど、黒と、ね、2色なんですけど、素材感がですね非常に気持ちのいい素材感で、でこれは、お家でも手洗い可能です、ポリエステル 97% ポリウレタン 3% で色がホワイトとブラック、消費税込みまして 17,600円となっております、ちょっとこのね切り替えのメロのところとかがですね、黒は特に分かりやすいんです、ちょっと糸の色を変えてて、こっ
っちも描いてるか。こっちはベージュでね描いてるタイプなので、もうスポンと切れて首周りもそんなに開かないよっていう形なので、私今このホワイトとこちらの色だけど、白のタイプ、あ、かえでさん、シューのタイプと黒とかでちょっとかっこよく着るのもありかなと思います。色味を変えるだけで非常に印象が変わるタイプになっております。いかがでしょうか。そう、これもね、可愛いんですよ。すごく楽ですね。うん、この感じは非常に。で、ちゃんとポケットもございますから、皆様ポケットも安心してください。はい、じゃあ次、お着替えのお色味が明るくなりました。はい、今度は、はい、先ほどのパンツの色違いのキャメルを履いてます。なんかちょっとオレンジっぽいカラーで、この色すごい人気色ですよね。ねえ、この色いい。そう。デニムと合わせてもいいです。うん、で、このデザインはやっぱりウエストのところにギャザーがあるので、はい、上の方に結構上げて着るとボリュームが出せるんですね。はい、なので、ボリュームを出して、うん、細い方なんかボリューム出して、うん、上をコンパクトにしてタイトにしてあげるととっても素敵なので、はい、本当にコンパクトなトップスだとメリハリ、はい、あえてボリュームのあるものを下に合わせてあげて、はい、上はコンパクトなデザインのものを持ってきてあげると、より今年らしく着ていただけます。ちょっとご質問があります。はい、しっかり長さがあるパンツでしょうか。そうですね、しっかり長さがあるパンツでございます。長さすごいしっかりありますね。うん、ちなみに私が今159センチで、うんうん、もうギリギリのラインなんですよ。見えますかね。長さが割とある。でもなんかこう、やっぱりゴムならではな、うん、融通が利くデザインなので、うん、ウエスト位置を高く持ってきてあげると短くもできますし、はい、もう少し落としてあげるとなんかショートブーツとかでもいいじゃんとか思ってなんかいろいろ試してみました。松原さん、はい、今矢野さんからコメント来てまして、はいはい、千葉の矢野です。松原さん、千葉に来てくださいと言われてますよと言って。あ、本当ですか。どうしよう、緊張して喋れなくなった。リクエストが来られているご様子ですよ。千葉、ありがとうございます。関東からラブコール。どうしよう、喋れなくなっちゃう。結構上がり症なんですね。はい、じゃあこのトップスのね、はい、トップスのね、感じで、はい、ご案内を。はい、した。とにかくね、この、はい、イージーラップパンツ、うん、サテンっていう生地が本当に使い勝手がいいので、はい、このオードリー&ジョーマットのトップス、うん、ちょっときれいめな感じなんですよ、シルケット加工で。で、こういったちょっときれいめコーデの時とかにも、サテンだとすごくしっくりと合うので、でね、全然透けないんですよ、このトップスおすすめ。うちのスタッフも2名買ってて。この丈の長さもね、いいですもんね、そうなんです、このタイプは。で、まず、うん、袖下のね、この縫い合わせのところがね、スリットが入ってるんですよ。あります？ここにスリットが入ってる。あんまりね、こう、チラチラとかしか見せないんですけど、一つ目は、ね、まず涼しい。涼しいのと、あとデザインがおしゃれ。おしゃれですね。はい、腕の形拾わない。最後に、やっぱり二の腕のラインというのをしっかりカバーしてくれるので、なんかこう、気にしながら着なくていい。そうですね。この辺がみたいな。っていうのもないので、で、より、ほんとこういうふうにボリュームのあるものを合わせるときに、コンパクトなものは、本当に可愛いです。で、色違いが、はい、色違いありますか。私は千穂さんからです。はい、着てるのは、あ、今上げたら分かりますか、二の腕上げたとしてもこのぐらいなんで、うんうんうん、結構安心感があるんです。はい、あとホワイトと、この色何色でしたっけ、これラベンダー、ラベンダー、はい、あ、ラベンダーですね。はい、はい、ラベンダーなんかはね、デニムとかもいいですよね。ブルーデニムっぽいのとか合わせてあげてもいいし、白は今だったらビシュレットのネイビーとかブルーとか持ってきてあげると、ジャスト今って感じだし、ね、これはもう本当色違いで持っていただいてもいい感じで、はい、お値段もですね、9350円と大変可愛らしいお値段になっているんですよね。これは使いやすいです。松原さん、全く上がり症に見えませんというお客様から の, コメントが来ております。そんなことないんですよ、緊張して大変なんです。毎日毎回何年言っても、はい、そう、竹感が使いやすいっていうことですね。そう、これをね、うん、もうお持ちの方はこれとかも合わせてもらいたい。かわいい、はい、これのです。そうなんです。こういうなんかこれだったら先ほどみたいに広がったカットソーでも難なく着ていただけますね。あ、黒がいいらしいですよ。黒ですか。これ多分黒いでしょう。はい、そのタイプがいい。
これ本当使えるから、ね、この色も可愛いですよね。可愛い。しかもこのオレンジがご購入されてます。私はそれはご購入はされてません。ご購入しようと思ったんですよ。そしたら別のものが欲しくなっちゃって、はい、あれ違うものまた買っちゃいました。うん、これこんな感じで丈短くって開けてきたりとかした時のバランスが本当にいいですね。そう、本当私もそんなに大きくないのであんまりインにしなくていいよって言われても、うんうん、もともとインとかしてなかったような気もするんですけど。思い返せば、そう思い返せば、そうなんですよ。でもいざなんかこう出して切ると、うん、丈のバランスどういう風にしたらいいかなとか思って、上も下もちょっとオーバーサイズとかすると、うん、ね、で、その点、うん、このコンパクトなのはこのパンツをすごく開いてくれる。ね、形がね、何よりもね、これが本当桃の張りも目立たないし、そうなんですよ。そう、この間立花さんが。逆に、はい、そうですね、そういった着方もできるので2way みたいな、あれはこんな感じであれですよ、はい、多分計算してなくって、はい、切れちゃったんだっていうバージョンだと思いますね。可愛いですね。こんな感じでこれちょっと先週ねご紹介したんですけど、これくらいの袖なのでインナーを出してきても可愛いんじゃないかなと思います。インしないコーデ助かります。助かりますよね、本当に。あ、はい、お買い上げありがとうございます。はい、お買い上げありがとうございます。嬉しい。いいと思いますよ、持ってていただいて。このでも T シャツは本当に持ってると必ず使えますね。そう、これはね、肩幅が結構ある方とかでも、うん、肩位置がねこんな感じなんですよ。だからもう胸とか肩の感じが張って見えないっていうのがあるので、うん、これなんかうちスタッフの古翔さんが買ってるんですよ。すごくこのめちゃ着てる感が、うん、そう、このねキャメルとブラックの組み合わせ、はい、あとさっき私が今この中にあるから見せられないんでした、はい、着用したミューニックの、はい、カットソー、うーん、ダブルジャージーのカットソー、うんうん、こういう感じも、あ、しんこさん、はい、はい、お買い上げ、ぜひご来店くださいませ。今ならまだございます。これでね、合わせられてもいいですし、うん、はい、これでね、合わせられてもいいですね。これでね、合わせてもいい、はい、あ、ダメだダメだ、あ、ダメ、なんでね、リブが、あ、そうかそうか、リブが切り返しちゃダメらしい、すいません。これでもいいんじゃないですか、すいません。あ、そうですね、はい、これでね、この合わせでも、可愛いです。なんかこのぐらいのシンプルな方が、うん、結構皆さんベストとか、うん、ジルとか、あ、そうです、これジルめちゃ合いますもんね。そうそうそう、ジルとかね、うん、お求めいただいてたりとか、うん、なのでそれにこのサテンラップ合わせていただくと、はい、すっごい合うと思います。そう、バッチリな組み合わせでございます、はい、長さが長いバージョンはこっちでしてもらって、はい、でウエストからちょっと短いのが好きだよっていう方はこっちの、勝手に決めてるから、はい、こっちのタイプで合わせていただくと非常によろしいんじゃないかなと思います。はい、だったらぜひお近くの店舗でご相談させてください。ぜひぜひ、はい、私にはどっちがいいかなと、はい、本当ですね。あ、裾の揺れ感がいいか、女装なんです。ありがとうございます。そう、本当スカート見えしてくれるから、うん、なんかスカート探してるっていう方最近多いんですけど、うん、こうね、でもスカートロングだとっていう方も多いので、はい、その場合だったらこれだとスカート見えして感じですよっていう感じで、そうなんです、すると可愛いって言って、そう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 、これは本当にお洋服のね、上に持ってくる素材とかをサテンは選びにくいっていうか、確かに、はい、はい、なのでいろんなもので組み合わせてもらえるので、うん、とっても万能です。今だったら朝のシャツとかを合わせてもいいし、やっぱりまだ今から8月なのでまだまだ暑い、うん、はい、暑い時に少しずつトップスとかをいろんな色を少し濃いめにした時とかに、うん、こういう軽いサテンすごく染み合わせしやすいので、ね、ぜひ履いてみてください。はい、ぜひぜひ。で、なんか柄も2色だしカラーも3色だから、すごいこうバリエーションが選べるから、それも楽しいですね。トップスに合わせて変えていただくことができると思うので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、はい、ということで、本日は以上となります。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさーい。おやすみなさーい。